ギャンブル中毒系実況者、どうも皆さん、リュウです。さあ本日なんですが、コイントスカードのみでデュエルしてみた、はい、こちらのね、クソみたいな企画をやっていこうと思います。コイントス系のカードってデュエルリンクスにもたくさん実装されているんですよ。で、最近ですね、環境外デッキ選手権で僕はギャンブルデッキを使ったんですけど、あれすげえ楽しくて、ちゃんと組んだら落選とかでも意外といけんじゃねえかなと思って、今日ですね、見てください、デッキのカード、これ全部コイントスと書いてあります。このカード、まあエクストラデッキもこれ 出ないですけど、このモンスターはこれ全部ですね、全てのカードにコイントスって書いてあるんですよ。コイントスをするカードしか、入れておりません、今回のデッキ。なのでただの運ゲーデッキかコイントス縛りとなっているんですが、今回はこのコイントスするカードのみで、ランク戦潜って、なんとか勝利を収めていきたいというふうに思っております。縛り企画でございますね。スキルなんですけど、これ若干チート級の能力持ってるんだけどさ、絶対運命力っていう、最初ね、運を味方にっていう超やばいスキル使ってたんですけども、あれライフ調整むずすぎて、銀幕とか使えないし、この縛りでちょっとさすがに無理だなと思って絶対運命力にしました。これ許してください。運を味方にしてたんだけど、マジ10連敗ぐらいしたからちょっと勝てねえと思って、あのデッキなので、絶対運命力だったらギリギリなんとかね、立ち位置できるんじゃないかなっていう。あとこのヘッドジャッジングっていうすげえ不快にする、相手を不快にする最強カードあるじゃないですか。このカードも結構強いですしね。はい、であとやっぱ一番決めたいのはセカンドチャンスからの時の魔術師っていう最強コンボを決めたい、私は。意外と強いんだよね、このコイントスだけのデッキにセカンドチャンスって結構やばい働きするんで。はい、というわけで早速ですね、ただの、運ゲーデュエルをね、参戦ご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。こんな大人になってはいけないぜ。さて、死ぬほどコイントスしていこうと思います。巨大決戦、巨大決戦、いきなりオチみたいなスキル使うな。最近はですね、KC カップでも巨大決戦、言った通りだった、巨大決戦ジュガンというねデッキが活躍をしておりまして、めちゃくちゃ強かったですね。僕もなんか数回当たりましたけども、めちゃくちゃ強かったんですけども、コイントスのみで勝っていこうと思います。ヘッドジャッジング決まるかゲームじゃ、なんだこれ、これヘッドジャッジングゲームなんだけど。さあバジリウスね、オッケー、バジリウス、ジュガンはやっぱセレン、コズミックサイクロンがだんだんみんな使わなくなってきたじゃないですか、最近ね。あんまり入ってるいけないんですけども、コズミックサイクロンがないから、そのセレンのジュガンが除去されなくて、セレンのジュガンって装備したモンスターを効果の対象に、これね、これ効果の対象にならなくなるし、効果で破壊されないっていうカードなんですけど、これがすごい強いんですよね。であとバウンスワナもめっちゃ強いんでね。で巨大決戦でワンキルしてくるっていう、ナイトメアシャークっていうなんかダイレクトアタックしてくる、サメがめっちゃ強いっていう、強いカブ来た。とりあえずカップベースをぶち込んでいく。セレンをなんとか割んないといけないから、セレン、あーヘッドチャッチング来たのはでけえ。とりあえずツインバレルドラゴンを召喚、ツインバレルドラゴンの効果発動、フィールド上のカードを1枚選択し、コインが表が出たらそのカードを破壊できる。よし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 、とりあえずモンスターを除去しよう。バウンスワナー、バウンスワナーでもいいや、別にこれ戻されたらまた効果使えるからね。セカンドチャンスあるし、はい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 、オッケー、途絶の呪眼、これは、セレンの呪眼が装備しているモンスターがいると2枚バウンスできるんだけど、それがないと1枚バウンスになるっていう、まあ単純に1枚バウンスは強いですよね。でもね、この盤面でまあ巨大決戦からワンキルされることないと思うんで、多分大丈夫と思うんですけど。はっ、パレイドリア、はあ、なるほど。あれか、なんだっけやつ、メデューサ、メデューサをサーチしてくる感じかな。で、途絶回収かなんかですかね。ちょっとヘッドジャッジング決めるしかないですね、これは。はい、運ゲーしまーす。相手にも運ゲーを強いていきまーす。自分だけではなく、ヘッドジャッジング効果そう。さあ、コイン振れよ。ほら、お前にもコインを振らしてやるぜ。どっちだ。
ウィー強このカード、このカード強。本当はですね、城内くんのね運を味方にで使いたかったんですけども、マジで勝てなくて、運を味方にでやったら勝てなすぎて、ちょ心が折れました。セレンの時間を装備いいだろう、そんぐらいは許しやろう。守備表示か、あとは俺はツインバレルドラゴンの効果を当てるしかねえな。セレンの時間をなんとかしてぶち壊していくしかねえ。セカンドチャンスあるから結構確率上がるんですよね。セカンドチャンス入ってる絶対運命力キモいよな。クソキモいで来た。ヘッドジャッジングいいね。セカンドチャンス発動。さあそして俺はガンキャノンショットも発動するぜ。いけツインバレルドラゴン召喚。ツインバレルドラゴンの効果発動、セレンの時間を対象に取りそのカードを破壊するぜ。表が出たらな、シンプルに表が出ていく。シンプルに表が出てガンキャノンショットでコインが2回表が出るとなんと追加で相手のカードを破壊できる。強すぎる強すぎる。これが究極の運ゲーデッキよ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、おっと万丈目純さん、珍しいですね万丈目純さん。あー弱えハンド、ハンド弱、ハンド弱。これエンドだ、エンドだ。ちょっとさすがに弱い。これはこういうことあるんですよね。結構ワンキされっかな。万丈目さんあんまりワンキルしてくるイメージないですけどね。さあどうするんでしょうか万丈目純さん、一体どんなデッキなんでしょうか。あーそういう感じなんだろう。ムーンライトとかそっち系か。なんかあんまり剣の姿勢ってあんまないですけどね。とりあえずセカンドチャンス発動して、セカンドチャンス発動する必要もなかったか。バトルフェイス、さあ地雷雲で攻撃、コイントスペペペペーン。さあコインぶん投げていくよ。 この地雷雲にコイン消費しなきゃいけないのちょっと痛いな。でも絶対運命力の3回というね、まあ、このスキルもおそらくなんですけども、そろそろ修正来るんじゃないかと言われていますんで、怪しいですね非常に。さあ地雷雲の効果で表出して2200ダメージぶっ込んでいく。あベイルある、あーなるほど、オッケー。そういうデッキ、これ何マジで、これムーンライト、これ何、これ何デッキ。融合の使い手とか持ってないよねあの人。さあ一体何デッキなんでしょうか。あーなんかでもこれコイン、あーコイン、まあ行くしかないか。コインなんかここで全部破壊されたの結構痛いな。まあでもセカンドチャンスあるんで、カップオブエースが来てもワンチャンツードローに変える確率は結構高いっていう。まだあんのなんか、何このデッキうざ。さあ一体何でしょうかこれ。まあそのこの前ってことは、まあカイトロイドか、クリボールかクリボーだと思うんですけど、さあめちゃくちゃコイン吐かされたわ。ベイルね、はいはい、なるほど、はい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 、オーケー。ベイル以外もなんかあるね。手札誘発、手札誘発マニアかな。手札誘発しか握ってないぞ相手。多分ね、クカイトロイドとかクリボーとかそっち系の、あっ、うわっ、そういうデッキ、あそういうデッキ、キモキモ。これは打つしかねえ。アルカナホーステンパラスの効果、あぶれ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 、どうしたんだこれ。結構やばいぞ、俺の手札デスペラーしかないぞ、まずい。ドロー、ヘッドジャッジ、あでもヘッドジャッジングワンチャンあるな。ヘッドジャッジングワンチャンパクればいいんだろう。つまりこれラバゴの効果無効にしてパク、無効っていうか無効か、無効にしてパクるわ。奇跡のプレイング見せるわ、ラバゴをパクるっていうそんなことある、そんなことしたことない俺今まで生きてきた中で。こんなプレイングしたことありません。やんないと知ります。ヘッドジャッジング効果外せ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 。おい効果知ってるだろこのカードの。どっちか迷ってんのか。迷ったら男は黙って表だぞ、表。イエーイ、あぶねえあぶねえ
あぶねえ、クソあぶねえ。ドロー500ダメージは別にいいよね、それは使わないわ。500ダメージは別によくて、でこれぶん殴ってクリボールかなんかかな、これここでタイミングあるってことはクリボールですね。モンスターがいる状態で殴って反応あるんで、多分クリボールかなんかあるのかな、多分だけど。テンパランスとかカイトロイドとかはあそこでは反応しないんで、多分クリボールが1枚あると。めんどくせえなー。時の魔術師きたー、時の魔術師きた、時の魔術師バトル、ゴー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 。さあラバゴ2体目飛んできて勝利者に封印されるとちょっときついが、さあ使うか使わざるを得ないじゃないか。何かさあ迷っております。クソ外役デッキ、クリボールね、オッケー、クリボール吐かした。まだなんかあるね、まだなんかある、クリボール以外にもなんかありますんで、ま、多分まだあの手札誘発マニアまだ握っております。何かカードを、クソめんどいです、めちゃくちゃめんどい。もうアドバンス召喚しようかな、デスペラード、デスペラードアドバンス召喚しようかな。本当に何もね、時の街セットしたんでモンス、あそれは勝利できる、それはね勝利できるんですよ。セカンドチャンスあるんでね。ツインバレル来た、いいぞ、行くぜ。反転召喚、突起の魔術師、突起の魔術師の効果を発動、タイムルーレット、これはコインは表を宣言、しっかりと当てていく。あだるい、だるい、クソだるい、何このデッキ。結構俺も結構キモいデッキ使ってるけど、相手も結構キモいぞこのデッキ。あーどうしよう、ツインバレル当てるしかないか、ツインバレル当てるしかないな。ツインバレルドラゴンを召喚、ツインバレルドラゴンの効果発動、さあ精霊獣使いウィンダを破壊し、いいよっと神ゲー。コイントスうますぎか、おい俺コイントスうまいぞ、俺コイントスうますぎて、これセカンドチャンス不要だわ、セカンドチャンス不要説、だって表しか出ないんだもん、必要ないわ。いやよかった、よかった、俺デスペラードしかなかったらさ、あのだれだれこのデッキ、何これマジでキモ、まあ、俺が言えたギリではないな、でもきつ、めちゃくちゃうざいなこのデッキ、嫌がらせマックスの、あ来た最強カード、最強だ、水ジャッジ召喚バトル、さあ効果使えよ、効果使えよ、効果使え、止めてやる水ジャッジで、まあ、こいつも大概ですけどね、キモいキモい言ってて、このモンスターも大概キモいっていうね言われておりますけれども、使ってる方は楽しいからセーフ。ターン終了、オッケー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 、あとは次のカード水ジャッジ取ればいいんだろう。これラバゴケア、これラバゴケアでもこれこのまま殴る、いけ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 、水ジャッジで止めろ止めろ、水ジャッジ、水ジャッジ止めろ、けセカンドチャンス発動、止めろ、あああはみげー、セカンドチャンス強すぎ。さあ、ギャンブル王を決めるためにちょっと、ルーム戦で、やっております。絶対運命力を発動、強い、ハンド強、マジで運ゲー対決をね、今から皆さんにエンターテインメントをお見せできると思います。さあ、割烹ベース発動、よし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 、強いぞこれ、強い、これはこっちやな、これでターン終了。さあまずはニアド稼いだぞ。さあ城の内どうする、はなるほど、一枚セットいいだろう、モンスターセット、ほなるほどな、取る、ツインバレル、あツインバレル召喚ですかね、ツインバレル召喚、ツインバレルドラゴンを召喚、ワンキル取れないんで後ろでいいかな、ワンキル取れないもんね、後ろでいいや、そう割ってくれツインバレルドラゴン、でもコインはもう2回使ってしまった。さあこれにチェーンしてガンキャノンショットを発動、あでもガンキャノンショットあったから前でよかったな、
ちょっと若干ミスった。これ前破壊できたら普通に勝ちだったか。さあちょっとミスりましたが、まあ、とりあえずバックを除去していきたい。あーないか。まあ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 しょうがないね。じゃあまあ、ヘッドジャッジングあるじゃん。バトルフェーズ入っていく。バトルフェーズ入っていく。さあツインバレルドラゴン、あツインバレル、はっ、何何何バカめ、俺様には最強のカードヘッドジャッジングあるのさ。さあコインを使えよジョロジ。さあコインを当てないとお前のデスプラードは俺がいただくぜ。お前のカードはもらった。あぶれクソあぶれあぶれ。ちょっとマジでやめて、助けて。ヘッドジャッジングさん、水ジャッジ強いよ。これは使えねえ、これは使えねえ、これは使えねえ、これも使えねえ。行くしかないぜ。セカンドチャンスも来たぜ。セカンドチャンスを発動。行け俺様の最強モンスター。それとそうか、それでそれそれで、あそれでコイン消費するのありがたい。時の魔術師を召喚、時の魔術師の効果発動、タイムルーレット。コインはもちろん、うわー、どんだけコインとするのこの人たち。ちょどんだけコイン投げる。まず1回ヘッドジャッジングのコインを投げていく。思っててて、あセカンドチャンスでもう一回、これパクられるから、セカンドチャンスでもう一回、うわー嘘だー嘘だー嘘だー。いや、でも、まだ知らないか。500、1800、2800。まだ知らんな。まだ知らんけど、あーでもこれ次のターンで表、まあ、ヘッドジャッジングを乗り越えて、表2回出せばいいのか。ハードル高すぎる。やばいやばい、止めないで止めないで、危ない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 。次水ジャッジの効果とヘッドジャッジングの効果あるの。ちょやばい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 、水ジャッジ来たけど今更遅い。もうこれはデスペラードを破壊するしかないのか。デスプラードを破壊するしかない。いけツインバレードラゴン、デスプラードリボルバードラゴンを破壊せよ。さあコイン2回表が出るプラスヘッドジャッジングの効果をかいくぐらなければならない。あーなんでこんなに裏でんの。ちょマジで頼む、あぶね。なにこれ、どういうこと、あえああ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 あ何も何も起きねえ。どんだけコイン投げる、どんだけコイン投げる、どんだけコイン投げるのこのおじさんたち。今何回コイントスしたかわかんねえけど、ヘッドジャッジングとセカンドチャンスでわけわかんねえことだったぞ今。ちょやめろよやめろよ、ちょ無理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 、勝てない勝てない勝てない、勝てねえよこれ、ふざけんなよ。やばいですね皆さん。でもね、運ゲーデッキめっちゃ楽しいですよ。今度運ゲーデッキ選手権やるわ、動画で。コイント数カードのみしか使ってはいけない運ゲーデッキ選手権デュエルスタンバイ。